はい、どうもこんにちは、ひでまるです。今日はですね、ちょっと質問いただきましたんで、それにちょっとお答えしていこうと思います。で、質問の内容自体は、船をですね、槍付けで停泊してるんですけれども、着岸する際、風もしくは潮の流れに左右されて、ちょっと一人では着岸がしにくいですと、何かいい方法はないですかということで、ちょっとこちらいただいたコメントの方にお返ししていこうと思います。はい、ということでいただきましたね、コメントの方をちょっと図式化したものがこちらになります。上に護岸があります。この部分ですね、この部分が護岸になります。で、槍付けっていうのは頭から入ってきて、護岸に対して垂直にね、こんな感じで停泊することを、まあ、槍付けと呼んでいます。で、ご質問いただきました方はこの両隣ですね、ご自分の船がこの緑色の船だとしてください。両隣が空白空きスペースで、あえてね、初めてだし横に当ててはいけないしということで、あえてこの真ん中に止められたということらしいです。横にいらっしゃらないために、まずこういったところでこう船首のもやいをこう取った時に、ここを支点にして風ないしは波に流されてこのようになってしまうと。で、こちら船外機の部分が何かしらの、まあ、ロープだったりとか障害物の方に寄っていって、でこの部分ですね、もやいが取れないと、一人ではなかなか着岸できないという状態に陥っていらっしゃるというコメントです。何かいい方法ないですか。ひょっとしたらね、この横にこういう風に船が、こういう風に船が横にいたらまだ簡単だったんじゃないかとおっしゃってるんですけれども、まあ、これもね、一長一短なんですよね。こういった場合であれば、例えば船が、自分がいなかった時ですね、はこういう船は、まあ、大体こうやってね、風に押されてこんな感じになってます。なのでこんな感じになってる時にご自分が入ってこられたら、まあ、スペースがないよということも、まあ、多々あります。まあ、こういう時はね、フェンダーなんかをきちっとこういう場所に、前にフェンダーを装着してこうやってこうやってね、押してあげて中に入れるっていうことが必要になってくるので、一長一短だとは思うんですけれども、まあ、今回のケース、ご質問いただいたケースで言うと、こんな感じで両隣は空きスペースでこちらに止められているということのようです。まずいい方法ないですかということなので、一つね、おすすめしたいのは、釣り具屋さんだとか、今だったらね、ネット販売もされてるんですけれども、船具店、釣り具屋さん等々で非常に大きな発泡スチロールフェンダーですね、画像出しておきますけど、こんな感じのものです。こういったものをここのロープの部分に、施工されるといいかなと思います。でこういう風に樽型のね、大きな発泡フェンダーですね、発泡スチロールフェンダーをこうやってロープでね、沖の部位もしくは沖の何かしらのね、杭だってが立ってると思うんですけれども、そこから護岸までロープを1本張って発泡フェンダーをこうやって並べると、そうするとこういう風に入ってこられた時に風に押されてもここの発泡フェンダーのところで止まりますんで、落ち着いて、まあ、船首と船尾のもやいを取ることができる。これが一つの方法だと思います。ただしこれはですね、管理されてる、管理会社さん、まあ漁港に止められてるんでしたら漁協さん、各漁協ですね、マリーナとか、あとはボートパークのようなところであれば、まあそちらを管理する管理会社さんがいらっしゃるんですけど、必ずこういうふうにフェンダー設置していいですかというふうに、まあ確認を取っていただいた方がいいと思います。場所によってはこういう発泡フェンダーですね、発泡スチロール系のフェンダーは、まあ擦れてね、ゴミが出ますんでやめてくださいというところもありますし、私が過去に止めていた漁港なんかでいうと、むき出しのね、発泡スチロールむき出しのこういった発泡フェンダーはやめてくださいと、何かしらブルーシートでもいいし、販売されてるね、オレンジ色の状態、黒色の状態の、まあ何かしらのシートで発泡のね、周りを保護してあれば設置は可能ですという回答をいただいたところもありますので、この方法取られるんであれば必ず管理会社、管理組織の許可を得ることが必要だと思います。まずこれがね、一つ目の解決策案ですね、解決案だと思います。二つ目ですね、二つ目は剪定シートをご購入されてみるのも一つの手かなと、いいかなと思います。で、私がね、個人的に使ってます、私も使ってますのが、広谷商店さん、まあ皆さんインターネットご検索いただくといいんですけど、広谷商店さんが出してる剪定シートっていうのがあります。で、剪定シートって何かっていうと、本来の目的は剪定にフジツボがつくのを防ぐシートですね。漁港なんか行くと船の下側にブルーだとかグリーンだとか、あと最近
は黒も出てますよね。本来の目的は富士壺だったり海藻がつかなくすることを目的とされてるんですけども、広谷商店さんの場合、この剪定シートのフロートとフロートの間にこういう風に骨が入っているんですね。なのできちっとこのシート自体がこう風で押されてクシュッとなったりとかっていうことがないんです。船にこうやって押されてもきちっとテンションを保っててスペースを空けてますから非常に頑丈なものになってます。この剪定シート自体がこちらのもやいのロープですね、アンカーロープの方にこういう風に接続されてますので、まあここの上に船がこうピューッと寄港されてピタッと止まったらもうこれ以上動かないよという状態になります。なのでこれ多少風にこうやって振られてもこのフロートの中で収まりますんで、こちらのフロートの中ですねで収まりますんで、あとは落ち着いてクリートにもやいを取っていく状態ができます。でこれが2つ目の解決案かなと思います。はい、それからですね、3つ目の方法案なんですけれども、もやいを取る順番っていうのを変えてみるのも一つの手かなというふうに考えています。で、今ですね、前を取られてもしくは後ろどちらかを取られているので、例えば前を先に取られたらこちらを支点にしてこういうふうに風に流れていくので、ここの距離が出てしまうというのがまあ一つ問題かなと思うので、こうやってヒューッと寄港されましたら、まずここを取ってしまう、センターのもやいを取ってしまう。そうすると風で流される、波で流される時の回転重心で取ってしまえば、あとはどれだけこういう風に風が吹こうが、あとはどれだけねこうやって風が吹こうが、この部分回転重心で紐を取ってしまえばこういう風にしかね位置が変化しませんので、あとはですねこういう風にセンターで取ってしまえば、あと落ち着いて前と後ろを取っていけるという風になるかなと思います。で問題はですね、問題は例えばこの船にセンターにねクリートがありませんでしたよと、ここにクリートがないから真ん中でねこういう風にクリートを取ることが難しいですよというケースがあるかと思うんですけれども、そういった場合は前のクリートと後ろのクリートを1本のロープでこうやって繋いでしまうと。で、こうすることで、ここの部分で、ちょんと引っ掛けておけば、あとはもうこう、触れないんで、いいかなと思います。で、こういった場合、ロープワークになると思うんですけれども、こういうものを、ご準備されるといいかなと思います。これはですね、ちょっと簡易的に作ったものです。まず、ロープの両端ですね、端と端、ここを例えばアイスプライスでも大丈夫ですし、こういったねもやい結びでも大丈夫です。なのでまず両端に愛を作ります。でここを線尾線首ね、どちらでもいいので前と後ろにクリートに引っ掛けると。でこの部分ですね、ここのロープの長さはお使いの船に応じて長さを決めていただければいいと思います。で真ん中ですね、真ん中の部分に今これは鎧結びかな、まあ何でもいいです、結び方は何でもいいので、ここにも愛もしくは引っ掛けれるね何かここに、まあ、引っ掛ける金具だったり何か道具をつけてもいいと思いますし、そういったものをつけてしまうと、こちらを前にこちらを後ろに、前と後ろとこういう風に繋いでしまうと。で前と後ろに繋いで、真ん中を運転席の付近に置いておく。で船がずっと入ってきたところで真ん中だけ止める。そうすると触れなくなるので落ち着いて前と後ろも止めるということでできるかなと。まあ、この3つのねご提案のうちどれかでまあハマっていただければいいかなと思います。一番お手軽だと思えるのはまずは発泡のねフェンダーをつけてしまうと。発泡フェンダーをこうやってつける。ただこの発泡フェンダーは管理側ですね、漁協だったり管理会社の許可が必要ですよと。もしくはこの下にこの剪定シートですね、剪定シートを設置してしまう。これが2つ目ですね。3つ目は取る順番を変えてしまう。センターですね、センター部分にクリートがあればここから取る、まあ、なければねボート屋さんに言ってここの部分に、クリート簡易的なのでいいのでつけたいんでクリートつけてくださいっていうのもいいですし、そういったのもねちょっと難しいよという場合はこういったものですね、真ん中部分とあとは両端部分ですね、両端と真ん中に愛を作ったロープを準備してみるっていうのもいいかなと思います。まあどれかでね無事に着岸できる、安心して着岸できるようになればいいかなと思ってます。
まあ、といった具合でですね、今日はちょっといただいたコメントね、ちょっとお答えしてみたんですけれども、いかがだったですかね。ぜひぜひコメント等々でいただければ、分かる範囲、できる範囲で、お答えしていこうと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ここ最近ですね、非常にコメント多くいただいておりまして、非常に嬉しく思っております。とてもね、励みになりますし、違ったところのご指摘もいただいて、非常にありがたく拝見させていただいております。どうもありがとうございます。今後ともね、ぜひぜひよろしくお願いいたしますとともに、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは今日もご視聴ありがとうございました。